時々声優学科イエーイはい、実はですね、日本撮りの2本目でございます全部言いますので、実は2年生が裏にいて、そして画面外には、担任の小泉がいます。そして今日は声優学科の1年生、1年生はですね、今年は2クラスなんですけども、じゃあ A クラスの方から自己紹介どうぞ。はい、声優学科声優専攻1年 A クラス、鈴木なるみです。同じく声優学科声優専攻1年 A クラス、上野ゆうきです。はい、声優学科声優専攻1年 B クラス、長森ゆずきです。はい、声優学科声優専攻1年 B クラス、畑美咲です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。やっぱり若干のさっき2年生見てたからウィウィしさを感じるね。そしてゆずきは2回目だよね。はい、2回目です。この間も出てたもんね、はい、そうだよね。そしてゆずきはですね、昨日あのうちの学校でですね、1年生全員が受ける授業があるんですよ。しかもあの夏公演をやる大通公演ホールでね、はい、そこで一人で朗読したんですね。そうだね、させていただきました。まあ指名したの俺なんですけどいや、ずるいっすよ。ずるい？ずるい。いや、一瞬ね、上野にしようかなと思ったの。あの本間先生って方の授業だったんだけど、はいはいはい、やってくれる人いるかな、上野ならやりますねって俺すぐ言ったんだけど、はい、でもな、原稿おばあちゃんだからな、あ、じゃあゆずきですねって、はい、しっかりゆずき読んでくれました。性別の壁がすごかった。いや、あの場でね、早口にならずゆっくり読めるゆずきの度胸は素晴らしいと思いましたね。それだけでもすごいことだから最初だと思います。さあ、1年生ですけども、夏公演の宣伝ということになります、はいはい、夏公演ではですね、1年生はまずは演劇をしないで体力作りのためにダンスをやるんですけれども、 A、B クラスそれぞれのダンスがありますね。はい、はいはい、まあ、振り付けしてるのは僕なんですけど内容全部知ってるんですが、とりあえずどんなダンスなのかっていうの、まあ逆に言うとどんなダンスって感じてるのか振り付け者としては知りたい、なるみ。はい、どんなダンス？なんかお祭りそれそれよいしょって感じやっぱりそうだよ、この喋り方だよ、なるみそう、上野は？いや、ちょっといや、これの次だと内容詰めないといけないじゃないですか頑張って頑張って、上野にかかってるよ。やっぱり結構振り自体の難しさもなかなかこういう1年で経験できるっていうような内容ではないと思うんで、まあぶっちゃけなんか振りとか教えてもらってる時に、うわ、これできるかなっていうのが不安になるんですけど、すごいね、やってて楽しい。それこそそれそれよいしょっていう感じの盛り上がる感じの曲なんで、すごいちょっと自分で本番が楽しみですわ。お、すごいね、自分で本番が楽しみ。はい、楽しみ2年生も笑っていいからね、一緒に2年生いるのでもう耐えれなくなってきてるでしょ今ね。いや、なんかすごいな。すごいね。いや、なるみはでもそこが才能かもしれないよ。みんなを微笑ませるっていう才能すごいと思います。やだあ、さて、それでは B クラスの方はどうでしょうね、ゆずきさん。B クラスのダンスは男女、はいはい、の恋なのかな。内容的には、曲の内容的には男子がまず告白します。女子に付き合ってください、結婚してくださいって言ったら、女子が何も言わずに、いいよそのこと言わないで踊ろうよっていう曲っていう、私は認識。そうでした。シャットアップ&ダンス、黙って踊れる。黙って踊れる。だから自分でね、一緒になりたいなって男性が言った時に、いいから黙って一緒に踊ろうっていう答えを出してる女性っていうような歌なんだよね。じゃあ振りは難易度的にはどうですか、美咲さん。いやー、踊ってみて。そうですね、なんかあの曲わかんないんですけど、うん、A よりちょっとテンポが遅くて、うん、そうだね、振りのごまかしが効かないっていう点ですごい難しい曲だなって思ってます。ただ、うん、その男女の恋愛の曲なので、男女の絡みのある振り付けがあるじゃないですか。そう、なんか楽しいです最後の最後、語彙がシンプルになる、ね、語彙力少ないの、はい、なんかお祭りクラスごとになんか楽しいみたいな感じになるよね、はい。まあ、テンポが速いにも難しさがあるし、テンポがそんなでも難しさがあるってことで、よいよいココンは上野がいいこと言ったんですけど、はい、最初の人にやらせるようなテンポじゃないです。だからダンス始めてまだ2ヶ月なんですね、この子たちね。
それにしてはテンポがあまりにも速くてついていけない。いや、それがね、実際ね、常識ってものが邪魔してるの、みんなの。常識？うん。こういう難しい振りって踊れないっていう常識、これが、この振りが難しいっていうふうに言ってしまうと踊れないもんで、この振りみんなできるんだよって与えると、なんとなくみんなできるんだよね。できないって最初に思ったものはなかなかね、みんなね、取り組まないし、やらないんですよ。ただみんなダンスの常識ないでしょ、はい、何が難しくて何が簡単っていうのに、はい、ないから難しいのぶち込むとなんとなくこういうもんなんだと思ってやるわけよ、うんうんうん、なんとなくクリアしていくのよ。そしたらとんでもないことになるわけよじゃあ僕らは小泉さんに騙されたっていうことで。いやいやいや、こ今騙し中。あひどい。そうそう、夏公演終わって完全に騙された。はい、そうだね。 A クラスは曲がヨイヨイココンって言うんですけど、ヨイヨイココンの、正直に言うと男性のところの選抜の振りがあるんです、うん、あれは多分ねダンス始めて2年ぐらい経たないとできないね。で振りをぶち込まれてるわけです。体ぶっ壊れますあれそうです。最近肩こりがひどいんですよ。あ、そうなんですか。年じゃないですか年じゃ。なるみは肩こりない？大丈夫？ないです。じゃあ他何があるの？筋肉痛？筋肉痛があるの？この空気感どう持ってけばいいんだ筋肉痛と空腹、うん、空腹？今じゃない踊るとお腹減るの？すごいお腹減ります。最近食べる量がめっちゃ増えて、うん、昨日、うん、友達にパンを買ってきてもらったんです。ドーナツ2つとアップルパイ1つ買ってもらったんですけど、よかったね、うん、それを晩ご飯に食べたんです、うん、そしたら、うん、夜中にお腹空いちゃって、うん、夜中に、うん、ラーメン大好きなるみ、タンパク質取れ全部炭水化物じゃないかそれ。やばい。そうだね。あ、ただ気に しすぎない方がいいのは絶対太るから、はい、体重重くなるから、うんうん、それは筋肉ついていく過程は絶対体重重くなるので、うん、そこは気にしなくていいけどね、うんうん、と思います。で、 B クラスの方はですね、実はこれひどいんですよ。ひどい。はい、ひどい。一体何が？はいって知ってる？知ってるか？一回言ったか？この曲ですね、はい、2年生の卒業公演で過去にやった曲なんです。そうなんです。まだ1年生なのまだ1年生まだ1年生なのに2年後卒業間際に踊る曲とほぼほぼ同じ振り付けを与えられてるんです。はい、そうなんです。だから常識的にはできるかいってやつなの。でも常識知らんからぶち込むとついてくる、はい、それは大変だよね。まあ今騙されてる途中だからそうです、ね、今騙されてる途中だから。ちょっとさ、各クラス今どんな完成、まあ自分の完成っていうのは俺しか見えてないかもしれないけど、まあ完成が 100% したらどのぐらいのパーセンテージまでクラス全体だと上がってると思いますか？一言で、はい、じゃあなるみさん数字をどうぞ。ドン。40%。低っ。はい、上野。45。ちょっと増えた。ゆずき。40。やばくない？みさき。32。刻むね。刻むね。じゃあですね、次に質問します。はい。今度はクラス全体じゃなくて、今自分自身の完成度としては何パーセントだと思いますか？お、どうなるんだ。自分ね、個人の話ね。じゃあちょっと次は個人 B クラスの個人。あ、いいよ。じゃあ美咲は自分自身は何パーセントですか？私自分に甘いタイプなんで60で、うん、それでも60 OK。 ゆずき50。上野85。ドカンと上がったね。なるみ50。おー、すごいな。一人だけすごいですね。合格点もらってますね、もうすでに。
素晴らしい。でやっぱり個人の方がそうだからね、このメンバーなぜ呼んだかっていうと、クラスの中でも僕も頑張ってるなって思ってる子たちを呼んだから、クラス全体の点数よりね自己評価の方が高いわけですね。いいんじゃないですか。それを皆さんクラスメートに伝えて伝播させていってほしいなとは思うんですけどね、うん、じゃあ2年生もね裏にいるんで、はい、2年生ちょっと、はい、あの1年生せっかくね、はい、お付き合いした方がいいと思うので質問があればお願いしますよ、はい、いいですか、はい、どんと来てください。佐藤キラです。佐藤キラ先輩です。はじめまして。絶対初めましてじゃないけど。質問なんですけど、はい、私は1年生のこの時期の夏校のダンスにすごく苦しめられたんですね。もともとダンスが得意じゃなかったので、うんうんうん、みんなはもともとダンス好きでしたか、得意でしたか。あ、なるほど。どうですか。うん、そっか、キラ先輩はダンスに苦しめられた、はいね、最初ね、はい、うん、苦手です。みんなは個人的にはどうなんですかと。どうなんですか、うんうん、じゃあなるさんから。はい、私はちっちゃい時からアイドルアニメがすごい大好きで、あのキャラクターがアニメの中で踊ってるのを真似してテレビの前でずっとこう踊ってたりしてたんで、ダンスのことすごい大好きなんですけど、でも本格的にこう練習とかじゃなくて本当趣味の範囲だったんで、別にその得意とか上手とかではなかったんで、だから学校来てから本格的なダンスできるようになってめちゃめちゃ楽しいですし、めっちゃ頑張りたいです。うん、いいと思います。なんだろうね、この感想。かわいいって感想が2年生から。いちいちね。そう。今ね、ほとんどの場面で、ダンスの真ん中を取ってるのが、なるみなんですよ。おー、そうなんだ。すごい。そうするとですね、あの、はい、男の子の上野くんがですね、微妙な顔をします。なんで俺じゃねえんだと。そう、でもなんで俺はセンターじゃないんですかって俺に言ってくるぐらいの気概があるから。あ、ずいな、素晴らしいな。すごい。それ先輩方の前で言いますか。素晴らしいことだよ。いいことだよ。で、なるみをどうしてセンターにしてるかっていうのは、もちろんライバルもいるんだけど、でもね、やっぱね、笑顔なんだよね。なんか表情も含めて素敵ですね。うん、そこはね、人はね、絶対引きつけられるので、センターにふさわしいなと思って、うん、いますからね。上野は何の話でしたっけ。そう。いや、僕は、まあ、体を動かすことは結構スポーツとか好きだったりするんですけど、ダンスをこの学校来て結構初めて真剣に取り組むわけじゃないですか、はい、っていうので一回ぶち当たった壁が、大げさな動きしかしてなさすぎて細かい動きができないと。おお、すごい自己分析してる。だから体が硬すぎたり、うん、極度に硬いよね。柔軟性はね、体が硬すぎたり、それこそ自分の動きが雑だったりして変なところが多かったんですよね。なんで振りを覚えても手本の動きにならないというか、自分の癖が出ちゃうっていうのが結構むずいなって思ってたんですけど、なんかね、なんか なんかねちょっと最近楽しいですよね。めちゃくちゃできることが増えていくと、上野はすごいんだよ。初めてブレイクダンスの技やってもできちゃうの。すんごい運動神経高くてびっくりしたんだけど、ただね、それじゃ使えないっていうのは、こう声優さんも演劇もそうなんだけど、基礎をやった人と、まあ、誰でもね演技ってできるし声色を作れるんだけど、人を伝える、人が見やすいような形を作るとか、人が聞きやすいような声を作るっていうのがまず基礎にあるじゃない。それを怠っててやっても形って整わないんだよね。で今ね、基礎やる時間ないから、基礎ごめん、夏子終わってからやるから、はい、はい、多分逆だとは思うんですけど、逆なんだ、逆なんだけど、基礎やったら本番、うん、2週間ぐらい前までかかっちゃうから振り入れれないので、だから順番をまず追ってみろにしてるんだけど、そう、基礎やれば絶対綺麗になるんだよね。これは人間の癖、体の癖を整えて人から見て見やすいところに自分の体を配置するって訓練なんだけど、それができたらもっと形は良くなるはず。待ってて。今は暴れていいです。今結構自由に暴れる感じじゃないですか。なんでちょっとあれですね、
自由っていう感じがして自分はダンス今好きですね。いいんだよね、それ感情を伝えるものでもあるから綺麗であればいいってわけじゃないので、それは大丈夫です。あ、ゆずきは私は、うん、ま、ゆうきくんと同じで待ってゆうきくんと同じでこの学校に入ってからこのダンスを初めて触れたので、でオープンキャンパスの時に先生からその学校の説明でダンスがあるよ、うちの学校はっていう風に聞いてたので、あ、ダンス自分やったことないからもう準備しとかなきゃと思って、3ヶ月前ぐらいから柔軟、体柔らかくしないとって思って、だから前、その前3ヶ月前まではもう彼と同じ、ちょっと柔らかかったかもしれないんですけど、ちょっと勝ってたんだ、そう、硬くって下届かないみたいな、はい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 、はい、ぐらいの硬さだったんですけど、頑張ってやって入力するだけなんで頑張ってやって、今べったりつくようになるまで柔軟をやってやりまして、努力して、で今、うん、男性で楽しいなっていう風に感じてますね。自分を上げるのに俺を下げる必要なかったごめんごめん、でもまあ努力してるのはねすごい。いや、ゆずきどうしたらいいんだろうね、本当ね、どうしたらいい。いや、こんなこの YouTube とかの配信で言っていいかわかんないけど、毎朝来るんだよ練習し、ね、毎朝いるんだよ、毎朝、そうですね、ね、はい、毎朝失礼します、失礼します、ゆずきです、おーゆずきだ次の日、おーゆずきだ次の明後日、ゆずきだって来るんだよね、すんごいと思う自主練習、うん、だから、まあ、センター張ってんですけどね、出ますね。ありがとうございます。でもあの、はい、特殊事例だと思うので、はい、じゃあ美咲は？え、この努力型の後ね。いいでしょ、別に。別にそうじゃない。そうそうそう。いや、私ももう本当に体を動かすのがそもそも苦手で、もう授業でやる体育とかでもちょっとなんかサボりに見えないように頑張っとこうみたいなタイプだったんで、うん、本当にもう筋肉も体幹も何もないみたいな。はい、そうだね、ただそのえ、そうですねって言いました今ただその踊ってみたとかの動画見るのは好きで、ダンス自体は好きだったので、今なんかいざ踊ってみて、あれ、なんか見てたのになんかできてる動き違うなみたいな感じになってるんですよ。振りの覚えとかでも覚えるのはいけるんですよ、うん、でも頭で覚えたのを体にインプットじゃない、アウトプットするのがすごい下手で。なるほど、困ってます今。はい、じゃあ中島先輩。はい、いきなり不意をついたけど、はい、今の質問聞いてました？聞いてない、聞いてない、素直に言った方がいい、はい、聞いてませんでした、ごめんなさいもう聞いててくださいよ。じゃあ有沙先輩、有沙先輩、はい、今のにアドバイスできますか？あ、お願いします。私ですか、うん、はい、同じくです。というのもですね、私も本当に体動かせなくて、有沙先輩ね、体動かないんですよ。動かないって、あの動かないわけじゃないんだけど、壊滅的でございまして、あの歌は歌えるんですけど、ダンスが壊滅的でございまして、そうなんです。本当に体も硬いし、それこそ筋肉もなければ、もう大変なこっちゃって感じでございます今まだにそうですけど、1年生の時の体力作りからもうぜいぜいしてまして、だからもう私も教えてほしいって感じです。なるほど先輩答えれなかったな、中島を無視していくっていう、多分でも中島くんの方がいや、だって中島だって後輩の質問を聞いてないんだよ。聞いてない。そうか、本当、もちろん全員も聞いております。ああ、やっちまったな。カットでお願いしますカットするとうちのね、浜桃さんの仕事増えるからカットしたくないんだな。浜桃さんうなずいてるし。はいはい、体ね、いや、あのね、上手くなる秘訣って僕がスランプになった時のことなんだけど、インプットをまずするっていう時に頭の中に正確な形が浮かぶかどうかをまずは疑わなきゃいけない。なので踊りのね、絵、写真、何でもいいから頭の中で、指先から骨盤の位置、足のインアウトとか肩の高さとかが正確に綺麗なものがまず頭の中で絵として浮かべば、まず第一段階クリア。で、その次に出力って言ったけど、そう、アウトプットするときに体に出すじゃない。で、それを鏡に映すわけで、自分の頭の中に綺麗なものが映ってるものとアウトプット
として自分の体が描いたものが同化する練習をするの。これが練習なの。はい、うん、それを練習しないとずっと下手なので、ただ単に頭の中で踊ってるだけだとアウトプットしてる体は全く違うものを出してるので、そこを合わせていけば上手くなるっていうことになるので、ここが努力です。はい、でもう一個、そう、アリサさんもそうなんですけど、ダンスってね、上手い下手ってすごいあるじゃない、感じるでしょ、はい、ね、クラスメイト感じ見てても、これってアイドルの、動画とかいっぱい見てたりとか、そういうのでもいいんだけど、これね、個人のせいじゃないんです。音楽のカウントを取れる人はやっぱり幼少期から音楽を聴いてる人なんです。で、世の中にはカウント1が取れない人がいるの。要するに小説の初めの音がわからない人、こういう人っていて、でそういう人ね、僕も何人もね学生でいたからなんだけど、リサーチすると子供の頃、例えばお母さんと一緒とかそういう番組もあんまり見せてもらえてないんだって。で NHK の番組って見てみて、音楽ばっかりだから、だから NHK をずっと見てる人ってずっとね音楽を聴いてるんだよね。で、あとみんなの歌ってあるじゃん。あ、あります、あります。あれものすごいのよ、分析してみ、全然4拍子だけじゃないから、3拍子の歌も入ってて変拍子の歌も入ってて、いろんなジャンルの歌を流してくれてるから、だからあれを自然に聴いてるだけで音楽の取り方が分かるってなってて、なんでこれは個人じゃなくて家庭環境で取れない人が出てるって僕は思うので、個人のせいじゃないです。教育番組すごいんだ。音楽多いのはそうだよ。先生、全部自分で聞いてたんですけど。いや、それはカウンター取れてるでしょ、アリサは。リズムを持って体、だからダンスを見てないわけさ。なるほど。だからアイドル好きな人とか、ダンスで、まあ、EXILE が好きでも何でもいいけど、韓国 K-POP が好きで、ビジュアルとしてちゃんと見てる人は、体の動きが入ってるので、これが綺麗、これがかっこいいとかっていうのが入ってるの、頭の中に。うんうんうん、そうすると、それを出力するときに楽なのよ。で、自分の体との違いだけを見ればいいでしょ。もともと入ってない人大変なのね。だから、ものを見る、演劇する人でも、いい映画を見な、いい映画を見なさいっていうのはそういうことなのよ。いい演技を見なさいっていうのは、それを頭に入れ込んどいて、うん、っていうのを練習しないと、いい演技って何ですかっていうことになっちゃう。たくさんいいもの見るのはいいことだから、ダンスでもまずは見るってすごく大事だと思うよ。うん、そしたらあとはさっき言った頭の中と出したものをちゃんと合わせていくって作業でいいと思います。さあ、それでは、こんな模様ですけれど、これからどんな完成度までね、はい、個人の完成度で 85% はいたけど、クラスの完成度はだいたい 40% ぐらいの子が多かったので不安ですけれど、これが 80% まであと10日間ぐらいなんですけどね、今撮ってる時点では、はい、行くのか心配な先生ではございます、はい、うん、そうが、まあ、どんな公演なのかちょっとね、宣伝をしたいと思うので、はい、上野、はい、読んでください。はい、はい、夏公演7月10日、11日、12日、場所が、2号館の大通公演ホールっていう8階のところで、6時半から開演させていただきます。OK です。そうです、そうです。そう、18時半の。ね、で、ダンスだけでも見てくれていいですし、予約制にちょっとなってるので、まあ、本番当日も予約したら入れるから、学生とか、教員とかですね、学校関係者のつながりからちょっと予約を取ってください。そうすれば誰でも見ることができるのでよろしくお願いします。完全に無料でございますので安心して見てくれればいいと思います。入場退場は自由です、自分の子供だけ見たら帰るっていうのもありですから、はい、2年生は悲しむと思いますけれどね、はい、うん、みんな来てください。ぜひぜひ見に来てくださいと思います。それでは時々声優学科ここまでにしたいと思います。今日はですね、1年生の美咲、はい、ゆずき、はい、上野、はい、なるみ、はい、はい、はい、この4名でお送りしました。それではまた公演終わった後にお会いしたいと思います。ぜひ来てくださいね。じゃあまたね、またね、またね、あ、かぶっちゃう